お、こんなところにおでんの屋台が出ているぞ。珍しいな、いっぱいやっていこう。こんばんは。いらっしゃい、何にしますか？寒くなってきたからね、まずは熱燗をお願いするよ。それと大根、卵、ちくわぶ、はんぺんを頼もうかな。すいません、お客さん、うちはラーメン一本でこだわってやってますんで、ご注文はラーメンでお願いします。そうなのか。それじゃあ味噌ラーメンを頼むよ。大盛りでね。合点承知のすけ。よきよきよっと。それにしても今時屋台というのは珍しいね。へへへ、どうも1から10まで全部自分でやらなきゃ納得できないたちなもんでね。とはいえ店を持つには先立つものもないし、それじゃあとりあえずってことで今日から始めたんですよ。へえ、今日からか。どうだい、客入りの方は？それがね、ポツポツとのれんはくぐってくれるんですけど、ラーメンを口にした途端血を吐いたりのたうち回って苦しんだりで、なかなか最後まで食べてもらえないんですよ。味には自信があるんですけどね。そうなのかい。へえ、お待ち、つむつむ特製の醤油ラーメンだよ。ほう、うまそうな香りがするじゃないか。ズズ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 、うん、これはうまい。ちょっと今までにはないような風味が効いてるな。何か隠し味でもあるのかい？へへへ、実は実家が病院でね、トリカブトと青酸カリを致死量の3倍入れてあるんですよ。うん、そうだったのか。なんだか目が少しチカチカしてきたよ。お客さん、だいぶ味のわかる人みたいですね。お仕事は何をされてるんですか？いや、それがもう1年近く無職でね。け、そりゃ大変だ。どうもね、お金を稼ぐというのが苦手でね。この前も隣町の沼にクジラが出るというから、ひっ捕まえて人儲けしてやろうと思ってね。沼の前で網を持ってずっと待っていたんだよ。だけどね、待てど暮らせどクジラが出ないんだよ。1週間しても出てこないから、近所の人に聞いてみると、クジラなんて見たことがないというわけだ。そこでようやく俺は自分が騙されたことに気づいたんだな。当然1円も手に入らずだよ。お客さん、人が良さそうですからね。でもアーシは好きだな、そういう人。ははは、ありがとう。さて、そろそろ行くかな。ごちそうさま。美味しかったよ。しょうもない話も聞いてもらったしね。いつか自分の店が持てるといいね。け、ありがとうございます。金はないからね。皿洗いでもしてやろうか？いや、それじゃ帰って申し訳ないや。どうですか、一ついいバイトを紹介しますよ。大阪に西成区ってあるでしょ。アーシの友達がそこで抗うつ剤とか睡眠薬とか医薬品を路上で売ってるんですけど、この前仲間が一人パクられちゃったみたいでね、新しい仲間を探してるんですよ。お客さん、薬に強そうだし、どうですか、紹介しますよ。ほう、薬の路上販売か。法令違反だな。悪いが断るよ。じゃあな、また来れたら来るよ。け、ありがとうございました。ふう、うまいラーメン屋だったな。とにかく暑いし、全身から汗が止まらないよ。なんだか元気で前向きな気分になってきたぞ。和歌山にでも行って今度こそ本物のクジラを捕まえてくるかな。はっはっは。ほげー、なんだこれは、吐血だと。ほげー、ほげー。